はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、久しぶりにじっちゃんのね、下手くそなさ、開封レビューをしてみようと思う。今回はね、じっちゃん、こういうの買ってみた。コミカのね、ワイヤレスマイクだよ。ワイヤレスピンマイクっていうのかね。こういうやつで、これはこっちで撮った方がいいかな、はい、こういうやつだね。これがね、今ここに置いてるのがさ、送信機なんだけどね、今カタチャンネルさ使ってるんだけど、だからこれがね、送信機が2台ついてる。あとさ、受信機、これがねカメラにさつける方の受信機なんだけど、結局これで喋るとこれから電波でねこっちの方へ飛んでいって、でこれでカメラに入力をするというやり方のできるマイクだね。で入ってたのは当然2人用で2チャンネル使えるんでね、送信機が2つ、2人用ね、2人で使えるから2つついてる。あと受信機はもう1つだよね。あとね、こういうケーブル類が今、あ、こういうケーブル類ね、このケーブル類が3セット。これはねソニーとかパナソニック用のねやつなんだけど、あとスマホ用とかさ、そういうのがねついてる。あとはこれがピンマイクだよね。ピンマイクは当然2セットあるね。2セットあります。これで両方使えるようにね、2セットついてる。今1セットはもう出してさ、これにつないでるんだけど、あとモフモフが2つついてるね。これはこのピンマイクを使わずにさ、これだけでね使うときに風があるとマイクに入っちゃうんでさ、これをこう本体っていうか、この送信機自体をマイクにするときにさ使うモフモフだね。これがだから2つついてる。あとはなんだ、あと何がついてた。あとはもうトリセツだよね。トリセツがついてたね。それぐらいかな。あとリセット用のね、こう中にグッと押し込んでリセットする時のさピンがついてる。これあれかな、スマホなんかでさ、 iPhone なんかで SIM カードとかを取り出す時にさ使うやつと同じなのかな。これだけだね。今ねソニーの AX60 で撮ってるんだけど、これにさこのマイクを使ってね音を送ってみようと思います。どんな音がするんだろうね。じっちゃんね1セット持ってるんだよ。1セットっていうか1人で使うタイプのねワイヤレスマイク持ってるんだけど、あまりにもね音が悪かったんで、もう全然使ってなくてさ、もうどっか掘り込んだままになってる。今回はねこれが今日送ってきたんでさ、注文してたのがね、これでやってみようと思います。もう簡単だよ。これはね両方の電源を入れるともうペアリングされる。でこれを AX60 のマイクに入れる。はい、今ねこのコミカのワイヤレスマイクで収録してます。音はねコミカのワイヤレスマイクです。これはどうかな、まだじっちゃんはさ聞いてないんでわかんないんだけど、後でね編集するときにさ聞いてみようと思うんだけど、まあじっちゃんがねこう納得できるっていうかさ、まあこれだったらもうしょうがないや、これで使うかっていうぐらいの音であればいい。あまりにもひどいってなるとさ、もう使わないと思うんだけどね、またね。
もう DR10 をさそのまま使うと思うんだけど、 DR10L のさ音声はじっちゃんは気には入ってるね。別にこの今使ってるねソニーの外部マイクなんかとほとんど変わんないんでね、 DR10L の場合はさ。ただ DR10L をさ使うと外でね撮るときは DR10L 結構使うんだけど、そうなるとさ編集の時にね、最初あの映像と音だから映像とさ DR10L の音をさマッチングさせないといけないわけだよね。それで一手間かかるんで、こうやって直接ね入力してしまうとね、その手間がもう省けるわけだよ。だからなんとかならないかなって思ってたんだね、じっちゃんはね。まあどうなんだろうね、使える音であってほしい、じっちゃんはね。じゃあね元のねマイクに返そうかね、はい、今これはねソニーのマイクガンマイクを使ってます。これでね慣れてるんでさ、慣れって恐ろしいよねやっぱりね。多分じっちゃんチャンネルの視聴者さんもさこのマイクの音で慣れてしまってると思うんだよね。まあねマイクを変えるってなるとねやっぱり最初は違和感があると思うんだよ。まあねしょうがないんだけどね、はい、ということでね今回はワイヤレスピンマイクが欲しくてさ、実は今持ってるやつがさもう全然ダメなんでね、新しく買い替えてみました。コミカの2人で使えるピンマイク、ワイヤレスピンマイクだね。ということで以上になります。非常に簡単、詳しく知りたい人はさ詳しくレビューしてる人がいるんでそっちの、ね、動画をね見てください。まあでもね、ただマイクの音をカメラにね飛ばすというそれだけのね機器でございます。以上、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。